今日は昔描いたイラストとか順番に振り返っていきたいと思います。私が主に活動を活発化させたのが2018年なの。何を決めたかというと、会社にいたんだけど独立するぞっていう気持ちになって、ペンネームとかなかったから決めてみたいな、で活動を始めたんだけど、その前にもう絵は描いてて、その頃船長とお絵描きとかしてた。そうだったかな。あ、でも全然その時も友達で、なんかたまに作業ツアーとかしてたかな。その時にマリンちゃんの状況とか全く覚えてないんだけど、なんか私は普通に会社か独立したいみたいな話はしてて、ただお金が本当になかったの。給料が手取り14万だったの。だからお金が本当になくって、貯金がなくて、独立するとしてどうやって生きていこうみたいになってて、あのマリンもマリンちゃんも金がなかったんだよ。その時金がなくて、お互い金のなさを慰め合ってたお金がない、どうしようみたいになってて最初あれ、会社を見た時にさ、もらえる保険あるじゃない、失業保険のもらい方とかで、なんかそんな話してたかも。失業保険はどうやったらもらえるのかみたいな調べてで、失業保険をもらうには職業訓練所に行くといいらしいみたいな話とかしたかも。うわ、懐かしい。で、その時が多分2018年、まずこれシリアルエクスペリメンツレインっていうアニメのファンアートです。みんな知ってるかな、昔のアニメで。なんで見たんだったかな。レインね、すごいハマって、その時。難しいアニメなんだけど、私も内容は全く理解とかはできず、考察とかを読んで、ははーんみたいな顔してた。これはね、エルマンガ先生のね、さぎりちゃんですね。神崎先生の絵が昔から本当に苦しいほど好きで、神崎博先生の。絵が頑張って寄せようと頑張っています。絵柄とか顔とか多分塗り近づけてるかな。で、この謎生物も描きましたね。そう、神崎先生もいますと。これはもう本当に見せられません。パンツ履いてないのには理由があって、なんか私本当に下着に興味ないの。パンツを描く情熱が本当になくて、まあ二次元の女の子ってパンツいらないんじゃないかみたいな気持ちもあり、履いてない。でも3次元でパンツ見ちゃうとドキッてしちゃうかもしれない。これはね、2019年冬ぐらいに描いたかな。マリンちゃんがデビューした時にファンアート描いてよみたいな言われてて、赤く描くみたいな感じで描いてなかったんだけど、ここでようやく描きました。これ本当はスカート差分があるんだけど、スカートを履いてないのも作ったんだけどって見せたら、スカートない方がいいんじゃないって言われて、スカートない方をツイッターにあげたかな。すごい喜んでくれて嬉しかったです。トワシャマ、トワシャマがデビューした時に描いたイラストは懐かしいな。デビューが決まって急いで描いた気がする。ほんと1日2日とかで急いであげなきゃってなった時に、トワシャマのファンマーク何にしようかなみたいな相談してくれて、これにするかもみたいになって取り入れた。一応飴みたいにしたかったんだけど、あんまり飴に見えない初めて描いたトワ様のファンアート、その2、多分私の S 心をくすぐったんだと思う。ツンってして、本当は弱いんでしょみたいな、この S の気持ちをぶつけたんだと思います。おっぱいはすごい持ってる。なんでだろう、さっきのイラストと比べておっぱいが全然、この服を着せるにあたっておっぱいが大きい方が都合が良かったのかもしれないんですね。谷間があった方が。この時はまだ可変式とかそういうのは決めてなくて、ノリででかくした。この本が一番今までで高かった単価が。特に会場版。会場版と通販版で2つ作ったんだけど、会場版の紙がね、すんごい値段するの。もう目玉飛び出る値段するんだ。裏特色だし。すごいっすよ。これもね、再販するんで。通販版の方を再販します。会場版はね、もう、二度と作れない。高すぎて。あれはセットに入れるからこそ作れたのであって、単品だとね、大赤字になっちゃうから、作れないんだよね。でもね、この通販版の方もすごい高い紙使って、オフメタル銀っていう、この本が今のところ最後の本になっています。同人誌はね、赤字ではないんだけど、もう利益がほぼないの。
印刷代が高すぎて結構想定にね、つぎ込んでいるため。でもやっぱさ、私って全部フルデジタルで絵を描いてるのね。ぶっちゃけ言うと印刷よりデータが一番綺麗なの。でも同人誌っていう媒体で出したいってなった時に、紙ならではの表現みたいな大事にしたくって、想定は頑張ってます。でやっぱ手に取った時にわってなってもらえると思うから、想定をこう頑張った方が。それでいつもね、デザイナーさんとああだこうだ相談しながら書いております。で喜んでもらえるからね、本当に嬉しい。頑張ってよかったなって毎回思ってる。